はい、ですね、MacBook Pro を買ってきました。16インチ MacBook Pro 64GB ユニファイドメモリ 4TB SSD の M1 Max の MacBook Pro ですね。はい。で今日はこれを開けつつ、ですね、M1 MacBook Air と2019年後半のモデルの、iMac ですね、のフルスペック iMac で、この3つで書き出しのね、動画の書き出しの比較をね、したいかなと思います。はい、では開封していきたいと思います。はい、中身は、ま、本体と、電源アダプタと、ケーブルですね。これはあのマグセーフですね。ようやくマグセーフが戻ってきました。はい。ということで今からこれ開けてセットアップしていきたいと思います。でその後に比較します。はい、だいたいセットアップが完了して、あとはこの MacBook Pro の OS の更新だけなんですけども、まあ、その間にこのマシンのね、比較するマシンの紹介をしたいかなと思います。まず比較するマシンは3つで、 M1 MacBook Air と iMac と、あとこちらが先ほど開けました MacBook Pro 16インチです。で、それぞれのスペックをね、簡単に紹介します。まずこちら iMac ですね。iMac は2019年の後半に買った27インチの iMac で、プロセッサが 3.6GHz の8コア、インテルコア i9 です。はい。で、メモリは 64GB を積んでいて、OS は、12.0.1 のモントレで一番最新のものにしています。こちらですね。はい。で、次にこの M1 MacBook Air ですね。こちらは2020年の、まあ、ちょうど10月とか、去年のちょうど1年ぐらい前だと思うんですけど、その頃に買ったもので、チップは Apple M1 8 Core CPU、8 Core GPU のメモリ 16GB の OS は 12.0.1 のモントレーで、同じものです。で、こちらが MacBook Pro 16インチ2021年モデルで、10 Core CPU、32 Core GPU、16 Core ニューラルエンジン搭載 Apple M1 Max で、メモリが 64GB ユニファイドメモリを積んでいます。で、OS は、先ほど説明しましたが、12.0.1 のモントレーで、今回は全部 OS を合わせて比較してみようと思います。まあ、簡単に言いますと、それぞれ iMac、2019年後半の iMac、2020年の M1 MacBook や2021年の MacBook Pro なんですけども、それぞれの時の最高スペックですね。全盛りのスペックで、ストレージだけちょっと低いとか、そういう感じです。はい。で、これで、それぞれ比較していきたいと思います。今、MacBook Pro の16インチが今 OS をあと8分なんですけど、今インストール中なので、こちら置いといて、どうしようかな。M1 からやって、iMac、そして MacBook Pro の順で、書き出しの比較をしたいと思います。はい。では、比較を始めていきたいと思います。比較する動画は、この iPad mini の動画なんですけども、時間はだいたい10分ぐらいです。で、ソニー α7S3 で撮影していて、H.265-422-10bit、100Mbps の 24fps、ロングコップで撮影した動画になります。なので、α7S3 で撮れる、ほぼほぼ一番画質のいい動画ファイルになると思います。ということで、これを今から書き出しして比較していきたいと思います。はい、では M1 MacBook Air の書き出しをします。で、書き出しは H.265 の、どうしようかな。ソース1高速ビットレート、これだけにしますね。他は何もしません。これだけで書き出しをしたいと思います。はい、それでは、スタートします。書き出し。はい、ちょっと待ちたいと思います。今書き出しエンコード中なんですけども、画面の表示はだいたい17分とか出てますね。なんか結構重い気がします。一応あの OBS で画面を収録しているものがあるんですが、それ以外はアプリケーションは全部落としているつもりです。で、電源はつないでいます。はい。ではこの状態でちょっと待ちたいと思います。はい、そろそろ出力が終わりそうです。残り15秒ですね。はい、書き出しが終わりました。M1 MacBook Air の
10分程度の動画の書き出しですね。α7S3 の 10bit422 の動画です。こちらの10分動画の書き出しの時間はだいたい、こちらです。21分、6秒ですね。まあ、約21分です。はい。で、まあ、実時間のだいたい倍ぐらいですね。ぐらいかかりました。意外と多かったなっていう感じです。はい。ということで次に iMac の方を書き出していきたいと思います。はい、続いて iMac の方で書き出しをしたいと思います。H265 ソース1の高速ビットレートで書き出します。はい。エンコード中です。さっきの M1 MacBook Air の時は、だいたいエンコードが始まった時にすでに17分とかだった気がするんですけども、iMac の方はもう8分とか9分ぐらいをうろうろしています。なのでかなりね早く書き出せるような気がします。でちょっと待ってみたいと思います。はい、書き出しがそろそろ終わりそうです。今残り20秒って書いてあります。はい、書き出しが、終了しました。はい、iMac の、書き出しスピードは、9分39秒ですね。9分39秒08です。はい。M1 MacBook Air の約半分ですね。なので、かなり早いと思います。はい。ということで、次に、最後の、今日のメインである、MacBook Pro 16インチ M1 Max で、書き出しをしたいと思います。はい、では最後に、M1 Max MacBook Pro で、書き出しをしていきたいと思います。同じように、書き出しは H265 のソースの1高速ビットレートで書き出します。はい。レンダリング中です。なんかさっき iMac だとこれがなかったような気がするけど、はい、エンコードがスタートしました。むっちゃ早いです。もう3分ですね。いきなりもう2分になってます。ちょっと待たなくてもいいかもしれませんね、これは。むっちゃ早いですね、これ。本当に。これブーストモードではないので、まあ普通のモードでやってるので、おそらく別の14インチとかの MacBook Pro の M1 Max も同じような感じだと思います。ちょっと待とうと思ったんですけど、もうすぐ終わりそうなのでこのまま待ちたいと思います。ファンが、鳴り始めましたね。残り30秒です。早いです。はい。書き出しが終わりました。M1 Max MacBook Pro 16インチ、全部載せの、フルスペックの MacBook Pro M1 Max ですねの書き出しはこちらです。3分6秒です。むっちゃ早いですね。はい、ということでまとめますと、ですね、M1 MacBook Air が21分です。はい。で、iMac が9分39秒で、MacBook Pro 16インチ M1 Max がなんと3分6秒です。なので、M1 に比べると7分の1で、2019年後半の全部のせ iMac に比べると、3分の1です。なので3倍早いんですかね。M1 MacBook Air の7倍速くて iMac の3倍速いっていうのがこの M1 Max MacBook Pro 16インチですね。はい。で、ブーストモードっていうのがあるみたいで、まだちょっと詳しくはね、わからないんですが、もしかするともっと早くできるかもしれません。はい。ということで、M1 MacBook Air と iMac と、MacBook Pro
M1MAX の MacBook Pro の、書き出しの比較でした。予想以上に M1MAX が早いなっていうのが感想です。ぜひね、悩んでる方いましたら参考にしてみてください。